ダイヤブリは tss 闘技。今回は ufo に関するお話です。現在の ufo のお話って大体がロズウェルを起点としています。ロズウェルは1947年、第二次世界大戦が終わって2年経った頃に起きております。なぜ、それほどまでにロズウェルが取り上げられるかって言うと、社会に与えたインパクトがまず大きいっていうことと、さらにもしかしたらアメリカ軍が。 UFO のみならず宇宙人を捕獲したのではないかという噂が流れたからですねえさらにどんどんグローバル化していった矢先の出来事だったんでアメリカで起きたこういった事件がですねどんどん他の国が知ることとなってえ世界的な関心事になったわけですねそれでロズウェルが起点と言われておりますが実はロズウェルよりもずっと前から宇宙人は地球に来ていたし UFO のお話はたくさんありました。 当期は1950年代の UFO の目撃例っていう資料を手にしたので何か面白いものがあればどんどん紹介している最中ですけれども今回1930年代のものが手に入ったので1930年代にもこんな面白い UFO の出来事があったっていうところでですね何かそこからですねお話ができるものがあればどんどん紹介しようと思いますで今回はそういった1930年に起きた出来事です今から90年前になります アメリカテキサス州で起きました朝早くに女性が一人車を運転していたんですそこは寂しい丘の上で他に車は何もなかったそうですところがカーブを曲がった時に突然道路脇に大きなものがありました彼女は驚きました他に何もないのにカーブを曲がった途端見たことのない大きな物体があるというのです 銀色に光る奇妙な物体だったということで、まあ、きっとリスク型の UFO だったんではないかなと思うんですけれども1930年当時まだ UFOUFO という言葉はなかったと思いますそしてそこに1体の人間の男性に似たものがいましたでも人間ではないと彼女はとっさに思ったそうですその人間みたいな男性は身長が1 7 0センチほどだったそうです宇宙人らしき男性なんですね 彼女に何か話してるっていうので、彼女はなんとなく車を降りてるんです。なぜか怖くなかったと言ってますけれども、その宇宙人らしき男性は彼女の目の前まで来て、ストップしてくださいって言ってきたそうです。まあ、言われるまでもなく、すでに車はストップしていたので、ストップしていますよって彼女は答えたそうなんですね。すると、その宇宙人らしき男性は、何かを話してるんだけれども、口は全く動いていなかったそうです。きっと テレパシーだと思われます。すると、今まで誰もいなかったのに、小さい子供たちが現れたって言うんです。その子供たちは全員男の子で、どうやらボーイスカウトだと彼女は思ってるんですね。大体が年齢10歳ぐらいかなっていう男の子が10人ぐらいいたということなんですけれども、彼女はなんとなく日本人の子供だと思ったそうです。日本、日本人みたいな風貌で、 男の子たちが次々に帽子を取ってお辞儀をしてくれたので、きっと日本人の子供さんだろうと思ったそうです。お辞儀をしたら日本人だと思ってくれたっていうのはとてもいいんですね。礼儀があるということですからね。でも彼女を曰くよく見たら、彼らは子供ではなかったと。大人の男性のようだったっていうんですね。身長が1メートルしかなくて、 子供のように見えるんだけれども、大人のように見えると、よくわからないなっていうふうな感じなんです。最初に会った一人の男性は身長170センチだけれども、気がついたらわらわらっと周りにいた子供のような大人のようなものが1メートルしかないと身長がですね。で、その子供のような大人のような日本人のようなものたちがですね、微笑んでくれたから、彼女も微笑み返したそうです。 そして最初に現れた身長170センチほどの宇宙人男性が口を全く動かさずに話しかけてきてるんですね。すると彼が言うには、お嬢さん、早くここから立ち去ってくださいって言ってきたそうです。我々はこの道路を封鎖しますと。そう言ってきたんですね。先ほどは車を止めてと言ってたのに、今はさっさとここから立ち去れって言ってるんですね。それで彼女も、 なんでここを封鎖するんですかって聞いてるんです。あなた方は人間ですかとも聞いたそうです。ところがその宇宙人男性は彼女の質問には全く答えずに、我々はここを広く使う必要があります。お嬢さんは運転がとてもお上手ですから、すぐにここを立ち去ってくださいと言ってきたそうなんですね。で仕方ないのでわかりましたと言って車に乗ろうとしたら、その宇宙人男性がこの道路は使わないでくださいって言ってきたんです。 あそこまで車で行ってから町の道路へ戻ってくださいって、その宇宙人男性が指さしたところが谷底なんですよね。谷を指してそこへ行けって言ってるんで、さすがにそれはないだろうって、そんなところに行ったら車壊れるし、もしかしたら命の危険があるんですよね。丘からずっと崖まで行けって言ってるようなもんですから。で、それで彼女は、あんなところへ車でなんか行けませんって言って、車が壊れるかそのまま谷底へ落ちてしまいますって言ったんですね。 そして彼女はもう我慢できなかったので、この道路は私たち人間のものですって言ってるんですよね。この者たちは人間ではないと思ってるんで、あなた方のものじゃなくて人間が作った人間の道路ですって言ってるんです。でも男性はとにかくここから立ち去りなさいって言うんで、でその時に彼女は頭の中がふんわりと軽くなった気がしたって言うんですね。で、車に戻って、自分で車に乗って、 なぜか車を運転し始めたんですエンジンをかけてでもとってもスローでゆっくりゆっくりと危ないので谷がで先ほど指をさしてたその宇宙人男性が彼女がゆっくりゆっくり車を動かしてくれたんでその車のそににぴっったたり寄り寄添てて一緒に歩いてくれたそうです彼女は車に乗って運転してるけれどもその宇宙人は車の外にいてでも車のそばにぴったりついて車の速度と一緒に歩いてくれてるんですね。 でその時彼女はとっても安心したそうです。あこの人がいたら大丈夫だって思えたそうです。でそのゆっくりゆっくりずっとゆっくり行ってどうにか谷を越してもうすぐ町だっていうところで宇宙人男性はご協力ありがとうございましたとか言っていなくなったそうなんですよね。で気がついたら彼女は一人車に乗ってぼーっとしてたそうです。で時刻は朝9時30分だったそうです。 で、そこからすぐに街に行けますし、自分の家までは1時間ぐらいで行けるなっていう感覚だったんですね、その時。でもとても不思議なのは、ようやく家に帰った時、もう深夜0時だったそうです。なあの、朝9時半に、もう1時間で車で家に帰れるっていう距離なのに、帰ったら夜中0時なんですね。それでお父さんがびっくりしてて、娘がいないと。 それで捜索をお願いして警察が動いてたんですってもでただ近所の人たちがあの丘に彼女の車があったのを見た人がいるんですよねだからあの丘にみんなで探しに行こうとしてる時に彼女が帰ってきたんで「お前どこ行ってたんだ」とで彼女も自分でどこに行ってたか,か覚えてないんですってであの朝9時半の記憶はあるけど家に帰ったらなぜか夜中0時になってるから。 彼女自身が自分が一体どこへ行っていたのかが分からないっていう感じなんですよね。これは大変だと。やっぱり娘の様子がおかしいので、翌日病院に連れて行ってるんです。検査をしに。それで一週間後に検査の結果が出たそうなんですが、まあ、特に異常はなく大丈夫ですからということで家に帰されてるんです。で、これでまあ、その彼女の遭遇は終わってるんですけれども、つまり今から90年前、1930年の UFO との遭遇、宇宙人との遭遇です。まあ、今とあんまり変わらない。やっぱり人間がいるところに何か未知のものが現れてる。やっぱり訪れてるっていうことなんだなと思いました。まあ、皆様は今回のお話どう思いましたでしょうか彼女は人類を代表して、 この道路は人間が作ったものだから出ていけって宇宙人に <laughs> 言ってるんですよね。まず宇宙人がここ封鎖するからっていうのもおかしな話で。その近所の人たちが実はですね、その日、午後にあの道を通ってるんですね。で、彼女の車が止まってたっていうのは見たってことは、つまり封鎖してないってことなんですよね。あるいは彼女は朝早くにあそこ通ってたんで、午前中で宇宙人の封鎖が解かれたのかわからないんですけれども、 その地元の人たちがよく利用する道なんで、宇宙人が封鎖したらすごいニュースになると思うんですけれども、全くニュースにもならず噂にもなってないので、封鎖してないんじゃないかなって時は思いました。まあ皆様は今回のお話どう思いましたでしょうか今回は90年前の UFO との遭遇、宇宙人との遭遇についてお伝えしてみました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、 おやすみなさい。